庭園で語らうマクシミリアンとマリー聖母教会のマリーの墓マリード・ブルゴーニュは、バロア・ブルゴーニュ家のブルゴーニュ公国最後の君主、ブルゴーニュ女皇後の神聖ローマ皇帝であるハプスブルク家のマクシミリアン一世の妻。領民たちからは、美しき姫君、我らのお姫様と慕われていたという。シャルルトス信仰と、その二番目の妻である、 ブルボン公シャルル一世の娘イザベルとブルボンの間に生まれる。シャルルの唯一の子であり、ヨーロッパ随一の経済威力と成熟した文化を誇っていたブルゴーニュ公国の唯一の後継者として恵まれた少女時代を送った。聖母とは早くに死別したが、義ボマーガレット・オブ・ヨークとの仲は極めて良好で愛情を込めて養育された。しかし1477年、 シャルルがナンシーの戦いで沈没し、ブルゴーニュ公国内では内乱が勃発した。フランスの侵攻によって、ブルゴーニュ公爵領とブルゴーニュ白領を失い、またネーデルラントフランドルでも同時に貴族がこの機会に権利の拡大を拡索し始め、フランスを憂い11世と組んだ貴族や、大商人たちが都市の自治の商人と、フランスを大使シャルルとの結婚をマリーに迫った。 マリーはこれを拒否して孤立し、幽閉同然の暮らしに追いやられた。1477年2月、大特許状という文書に署名させられ、ブルゴーニュルをネーデルラントに大幅な特権を与えた。義母、マルグリットの助言を得たマリーは、父の定めた婚約者マクシミリアンに結婚を要請し、こうして1477年8月19日、ガンの聖馬母教会で挙式した。 政略結婚ではあったものの、マクシミリアンとは共に狩りに出かけるなど、非常に仲睦まじい夫婦であったという。フィリップとマルグリッドの二子に恵まれるが、第四項解任中の1482年3月、落馬事故で流産した上に、大怪我を負い、それが原因で3週間後に死去する。その際、フィリップとマルグリッド二人を、広告の相続人に指定し、 着難フィリップが15歳に達するまで、夫、マクシミリアンを、その後見人とするという遺言状を書き、家臣へ、夫マクシミリアンに仕えるように言い残すが、彼女の意志は守られず、ブルゴーニュ公国は再び内乱の渦に巻き込まれた。遺体は、ブルージュの聖母教会に埋葬され、後に、マクシミリアンが崩御した折、その心臓も、マリーの墓に共に埋葬された。 ありがとうございます。